ちょっと道路地図ですね。この変な道路地図について話そうと思います。道路に関しては、こういう一冊、1000円ですから、コンビニとかで売ってるんですけど、コンビニでも売ってるんですけれども、こういう神奈川とか、身近に、なところで手に入る道路地図ですね。ほとんど、地図と変わらないですけどね、売ってます。それで、これは先月、千葉県内で、無料で配布していた、自動車教習所の、全国の自動車教習所のホテル、自動車教習所と、よく昔からある合宿で免許を取るっていうものですね。ものすごく全国の、これだけの、合宿校といって、その林間学校みたいなもので、免許を取るのに、大体モデルさんもみんなベトナム人を使ってますね。日本の外資系のホテルと一緒で、すごく可愛らしい、ベトナム系、ベトナム中国系かな、使ってますね。それで、祖父の残した地図の、道路地図のことなんですが、昔はこれは1963年の2月5日に発売された、帝国主義のものですね。昔は、その1960年代当時は、このような道路地図で星座の形をしてました。多分イギリス系ですね。多分こういう細かいことをするのは。60年代はこういう道路地図でした。今と全く違います。それで、こうすると分かるかな。千葉県ですね、これは。だいぶ、市区町村が変わりまして、この成田市のあたりをちょっと注目していただきたいんですけれども、現在は印西市となって、ほとんどそのインド人とパキスタン人が移り住んだところですね。まだディズニーランドはないんです、この浦安には。埋め立てをしてなくて。それで、東葛飾郡ですとか、印西町、本牧場っていうのかな、日本、この辺りですね。ここに空港ができて、この辺りは全部その、インド人、パキスタン人が移り住んだところで、フィリピン人もそうですね。で、この辺りはですね、芝とついてるところは台湾人。8チャンネルですね、妖怪ちゃん。それで、この辺の九十九里の方になると、日本のサーファーの方が多いですけれども、私もサーファーではないんですが、サーフブランドとかおしゃれなんで好きなんです。それでですね、だいぶ変わりましたけれども、やっぱりその、この辺りがちょっとおかしいんですね。この辺りはインド人とパキスタン人が移り住んだところで、ちょっと厄介なんです。それで、この辺りですね、その、ボリビアの形をしたところですね、以前指摘した。ここは浜口さんが作ったアクアラインと言われてますけど、この、あ、この、